さあ、2022年始まりました、まあ、今日はね1月もう4日です1月の4日になりますけれども、えー、ちょっとねとあるきっかけがございまして私肉体改造ちょっと言い過ぎましたダイエットうん健康になりますいや健康は無理だなタバコ吸ってるから。 とりあえずえ筋トレはじ始めます噛みましたダメだ私平山茂は2020年に私今年の目標筋トレを続けるよ、えー、ごめんなさいねうるさかったら筋トレしますよ私あの私ね筋トレ大嫌いなんです、えー、めちゃくちゃ嫌いです本当に嫌いです 何度かチャレンジはしました。大嫌いです。そんな僕がなぜ筋トレを始めるのか、それはこちらをご覧ください。ちょっとカメラの構図上表示するのは難しいかもしれません。けれどもこちら今日ですね。1月4日まあ、お昼ぐらいですかね。twitter をたまたまふわふわと見てましたら。テストステロンさんかな？名前はね。ちょっと正式名称呼び方わかりません。 ななんんせちょっと名前がアルファベットなんでね、はい、こちらの方がととあることをつぶやいてたんですこう見てわかると思うんですが、えー、このようなことをつぶやいておりました「本当か?」と「これは本当なのかと?」とまあでも100万人を超えるフォロワーさんがいてね「この人が言うんだから間違いないだろ」うと素直,素直にね聞き入れて私はこんな質問質問といいますか決断を下しましたこの文章を見て。 そして私がコメントをねしたんですがそれがこちらですね。それは人生が変わるということではないのかと。なのであれば実行しますということではい私筋トレやります今年1年ただガッツリじゃないですガッツリじゃない。一日何か筋トレを1つするというそれぐらいの程度です。筋トレをすれば。 すべて解決するということなのでちょっとねこんな筋トレが大嫌いな男ですけれども実行したいと思います今年1年チャレンジしていきますはい、もうまあ、どっちかというとね本当はダイエットがしたいんですけどももうデブなんです本当はダイエットがしたいんですがなかなかねなかなかなんでまあ、とにかくまずは何をももう,もう何も言うなと 何も言うなとにかく筋トレをしなさいということなので筋トレしますなのでちょっと今日は一発目の筋トレもう散歩散歩散歩も筋トレだろうと下半身の強化につながるなのでちょっとできるだけこう階段とかね上り坂を上るちょっと筋トレしときますうん以上今年の目標でした